こんにちは。こんにちは。タツとまたちぬです。今回は日本のレストランとドイツのレストランの違いについてお話ししていきたいと思います。はい。レストランのドア開けたら、入ったら、日本のレストランでは何がありますか？日本のレストランにあるもので、ドイツのレストランにないもの？はい。例えば、わかった、券売機とか。そうですね、いろいろな、特にラーメン屋では券売機がありますね。確かにドイツにはあまりないかな、券売機。ないです、見たことないです。ないと思いますね、はい。あと感じるのはタブレットとか。はい、日本ではタブレットがありますね。寿司屋とかではいつも何か食べたい、居酒屋とかもね、焼肉屋とかでも。ドイツではタブレットがないです。そのままのメニューだけ、はい、すみません、オーダーしたいです言ったら、まあウェイターが時間があったら聞いて、そのままオーダーします。はい、そう思うと日本はそこら辺結構便利だよね。マジか便利すぎです、マジか便利ね。はい、とても楽ですね、なんか、楽。はい、もしかしたらなんか、あ、今日はあまり人たちと話したくないの気持ちがあったら、でもなんか外で食べたいなあって、なんか iPad で注文できたら嬉しいと思います。たまにお店によるけど、タブレットで注文した後に、はい、ロボットでご飯運んでくれるところもあるもんね。あ、時々に見たことがあるね、あれはどう思う？初めて見たらびっくりでした。何これ、でも、何をする、そのまま持つだけ、なんかナノバトンがした方が思ったのでちょっと困りました。でも、なんかちょっとかっこいい、かわいい、なんか、なんかモダンな感じ。はい、モダンモダン、うん、でも日本ではいつも注文したら、みんながもう一回確認します。あれ、ドイツはオーダー確認とかないんだっけ？あまりない。あ、ない。あ、まあ、多分最近アジアレストランでは見たことがあるんですけど、ドイツのアジアレストランで、はい、でも、なかったですね。あ、そっか。はい、はい、そしては、席に座ったらいつも無料な水もらいますね。確かに水は無料だよね、日本は。はい、なんかドイツではないです、これは。レストランに行って席に座ったら何ももらえない。水が、注文しないと、はい、無料な水がないです水と、あとおしぼりも出てくるよね。おしぼり、あの手拭く。ああ、はい、おしぼりない。ないよね。ないないない。あの、とこにプラスチックの中でなんでしょ、ウェットティッシュ。そう、はい、でもドイツではこれがないです。へ、そのままみんながなんか注文したら、まあ、サラーとティッシュとフォーク、ナイフ、これだけ。はい、だから日本のサービス多すぎかな確かに無料サービスは結構嬉しいよね、はい、水とかは、はいはい、ドイツ行ったら絶対水は買わないとダメだもんね。フランスにいたことあるでしょ。フランスは水高かったね。高すぎてた。300円ぐらい、はい、ね、とちょっとみんな気をつけてください。水注文したら、はい、バブルの水がある、スパークリングウォーター。ああ、ドイツ人がスパークリングウォーター大好き。そうやね、ドイツとかフランス旅行行ったらウォーター注文したら炭酸水で出てくることあるもんね。はい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 。シティルという言葉で、シティルスワッサーとかは普通の水。ワッサーは水。はい、ワッサーは水。そして、はい、メニュー見たら、あ、今から注文したいなと思って、日本ではピピン、ピンポンのボタンありですね。ベルがある。あ、確かに大好き、次、これはこれは便利やね。はい、確かに、はい、だってあのドイツとか行った時に店員さんを呼ぼうと思って目合って手を挙げてもなかなか来てくれないもんね。ない。
ドイツだったら、あ、すみません、十分したいですよ目に見なかったらと思います。はい、これしないと多分永遠的に待ちますうん、結構待たされるもんね。はいはいはい、食べたら、食事が終わったら払うときにすぐレシートもらいますね、うんうん、レシートと払いときにレジに行ってそこで払いますね。レシートを見せたらこれを払いますでしょ、うんうんうん、ドイツではないです。え、どういうこと？ドイツでは食事終わったら、はい、すみません、払いたい、行ってその後お待ちしましょうか、私との30分、早かったら10分15分、長かったら45分、私が待ちました。待ったね。はい、なぜならみんなはとても忙しいので、なんかこのウェイターは何でもします、このウェイターは、オーダーします、このウェイターは料理みんなにあげます、そしてこのウェイターも、払いもします、うんうんうん、だから、あ、すみません、払いたい、あ、はい、わかりましたと言っても多分忘れてしまう。なんか他のお客様やることが多すぎるよね。はいはい、一人の仕事が多すぎるから。その分、そう思ったら日本って機械でいっぱいあるから、一人のやることが少ない分、まあ、効率がいいよね。うん、あ、私は1回レストランで45分待ちました、あ、会計するまでに。はい、まあ、あとは自分がドイツとかの、そのヨーロッパのカフェとかレストランに行った時に思ったのが、日本もここ数年前ぐらいからレストランとかカフェの中でタバコを吸えない。あ、そうですね、うん、でもドイツだったらどこでも吸えるね。お店の中で、まあ、横の人とかもみんな吸えたもんね。いや、お店の中ではダメですけど、外では全然大丈夫。あ、だからか、外のテラス席だったらみんな吸えたもんね。はい、フランスでも同じでしたね、覚えてる？うんうんうん、ドイツでは建物の中でタバコ吸うことはダメですけど、うん、外だったらどこでもタバコ吸っては OK です。ちょっと話変わるんだけど、建物の中ダメじゃん。はい、でも電車の中大丈夫なの？いや、電車の中でもダメです。でもなんかタバコの灰皿なかった？あったの？あったよ。そうなんですか。え、ダメですか？なんかいつも写真ではタバコダメ。あ、本当？なんかタバコの灰皿みたいなの。あ、これはゴミだったかもしれない。あれ、ゴミ？ゴミ。めっちゃタバコの灰皿みたいだけど。ちっちゃいちっちゃい。え、何入るの？あそこのゴミ箱に。ティッシュとか。こんな、これぐらいのサイズのちっちゃいゴミ箱が。この、なんていうん、これ、はいはい、腕掛けのところにあるんですよ。はい、え、これゴミ箱？ゴミ箱でした。何も入らんけどいい質問です、はい、あ、そっか、まあ、話ずれたけど、はい、そうだね、はい、ティッシュでした、うん、ごめんなさい。ティッシュのために多分キップとかちっちゃいなゴミスネークとかティッシュも、あれだったら 3,4 枚でもうフルにならない。はい、うん、そうですね、うん、でも食事はどうかな。日本に来てドイツと違うことある？ある。まあ大体文化が違うので食事も違いますね。うん、確かに。最初は日本人はいただきますと言いますね。あ、はいはいはい。と、食べ終わったらごちそうさまでした、うん、言いますよね。食べるときに感謝して、食べ終わった後も感謝しますもんね。はい、大体誰でもするですね。うん、みんなするよね。まあ、ドイツでは、まあなんかレストランでみんな何も言わん。うんうんうん。でも、家ではだったら、Guten Appetit, which means、have a good meal。まあいただきますみたいな。良い祝福をみたいな。うんうんうん。あとは、religious。うん、なんかあれだよね、多分宗教的なのあると思うんだけど、日本は多分感謝ね、うん、感謝、いただきます、ごちそうさま、うん、で多分ドイツとか、まあ、欧米は祈り、祈りかな、プレイ、これもあります。もうあまりどうかなね、日本みたいのいつものいただきますないと思いますかな。あと食事中に思ったことが、日本って居酒屋とか和食のお店行くと
机の端っこの方に小さな小皿置いてあるじゃん、小分けするための、うんうんうん、でもドイツとかってそのドイツのレストランとか行っても一人一個のプレートみたいな、はい、ね、はい、それは思うかな。食文化は違いますね。ドイツではみんなが自分の料理だけ選んで自分の料理だけ食べます、うん、だから一つの皿だけ、うんうんうん、日本では特に寿司、焼肉、お鍋、しゃぶしゃぶ、うん、いつもみんながオーダーして、そこから誰かが全部あれ欲しいかな、これ欲しいかな、あっち欲しいかな、なんかみんなでシェアするみたいな感じだもんね。はい、割と、はい、結構好き、これは、まあ、いろんなもの食べれるもんね。はい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 確かに、はい、最近ウーバー注文したら時々に5分10分あ 5%、10% のチップで出てるんですよね。うん、ウーバーイーツあるね、チップ。あ、でも日本ではチップ習慣がないと思いましたけど。あ、チップの習慣はないよ、あの多分 Uber Eats だけかな。 Uber Eats だけチップあげるかあげないか決めれるみたいな。でも普通の日本のレストランはヨーロッパと違ってチップないね。レストラン、喫茶店、何でものサービス、うん、ないですね。ないないない。ドイツでは、まあ、大体多分ヨーロッパではあるですよ。うん、あるよね、どこ行っても。とってもめんどくさいです嫌いなんだ。嫌いでした。なぜなら私は貧乏な学生でした。そうだね、なんかチップを払ったら学生とかからすると大変かもしれないね。大変でしたよ。もう あまりお金がないですけど、でもなんかチップあげないとあのウェイターさんになんかあなたはよくなかったのでだから何もあげないみたいな感じある。あ、そういうことね。チップイコール評価みたいな感じだよね、はい、いいサービスしたらチップあげる。はい、でもいくらあげた方がいいんですか、うん、なんか学生だったらあまりあげないでしょ。だから、5%、10%、15%、20%、いくらどう思いますか。あ、どうかな。でもヨーロッパ旅行行った時だいたい 10% じゃなかった。そうですね、なんか普通の人だったら仕事あるしお金もだいたいあるので多分 10% いいんですね、うん、でも時々に人によりますね。なんかもしかしたら本当これは私の一番大好きなお店サポートしたいしこの人大好き、うんうん、なんかとても偉い人でした、めっちゃ対応みたい、何でもあげていい、うん、あとはあれかな、ドイツはやっぱりビーガンの人が多いからビーガンのメニューもたくさんあるよね。はい、あります、あります。日本だったら全然じゃないあんまりないよね。ない。多分時々にレストランによる一つのものとかモズ病画とかでビーガン病があったけど、多分都会の方行ったらまだあると思うけど、自分たち住んでるところ結構田舎の方なんであんまりビーガンレストランって聞いたことないっすねはい、だからビーガンの人とか日本に旅行来たら結構大変なんじゃないかなって思ったりしますよね。困っていますね、みんな。あ、やっぱそう。おにぎりしか食べませんおにぎりだけおにぎりだけなんかビーガンたちは、魚も食べられないので。魚ダメだし、うん、牛乳もダメでしょ。牛乳、チーズ、卵、全部動物から動物性のものダメです。難しいよね、はい、日本でそうなってくると、はい、ご飯とか野菜とか果物とかだと、そっか。なんか日本では客様は何の人ですか、レストランの中で日本はお客様は神様。神様感じます、うん、いつも入ったらいらっしゃいませ特になんか ラーメン屋でいらっしゃいませいらっしゃいませ全体のお店が神様が来たみたいな、はい、とサービスもとても良いですね、うん、ドイツではこのなんだっけ、ようこそ挨拶がないですね確かにドイツそれについてどう思う。恥ずかしい時々に恥ずかしい。もしかしたらなんか全然綺麗服じゃなかったら
なんかちょっとのんびり食べ物だけしたいし、全体のお店がお二人客様いらっしゃいませ全体のお店全体のお店の客様も誰が来たんいやなんかそっか、自分日本人だからもう慣れてるじゃん。慣れてる。だから気にしてない。気にしない確かに日本ではお客様は神様だからね。ドイツでは、で、コンデイスクーニッシュ、どういう意味？客様は王子です。あ、王子様。金は王子ね、うん、王子様、王子様だから神様、王子様あ、うん、まあ、じゃあ、はい、どうも、日本のレストランはどうですか？サービスは本当にいいですね。でも、ドイツのサービスもいいですよ。なんか私は無礼なものをまだ感じなかった、うん、もしかしたらお願いがあったら、すみません、これ欲しい、あれ欲しい、これお願いを言ったら、みんなが喜んで、うん、優しいよね。うん、もちろん、もちろん、レストランの顔だから、良いサービスしなかったら、お客様はもう一回来ないでしょ。うん、だから、うん、そうですよね。まあ、だからこそチップのチップ制度はいいかもしれない、ね、うんうん、いいサービスしようってなるもんね、うん、多分日本の神様の理由は、日本は神様に信じますね、うんうん、いろいろな神様があります。だからいろいろな神社、うん、お寺とかありますね、うん、ドイツではみんなが好みたいのいろいろな神様がないので、みんなが一つの神様だけやる。でも客様は神様は なれません。神様は神様だからね。うん、確かに。でもその次は王子、ドイツでは王子がいましたね。神様の次が王子様かもしれない。王様とかね、うん、だからとドイツでは王子様の時代もあったよね。うん、確かに。日本ってそう思ったら、うん、いろんなものに神様あるからね。山の神様とか、お米一粒にも神様いて、あとトイレの神様とかも。トイレの神様すごい。だからかもしれないね。じゃあちょっとトイレ神様にお礼したいです、うん、はい、じゃあ今回は日本とドイツのレストランの違いや感じたことについてお話ししてみました。皆様ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。バイバイ。